はい、どうも、水星東京作品を撮るです。ということで、今回なんですけども、こちらの 3D ニットを使ったコーディネート紹介やっていきたいなって思っております。はい、皆さんね、見た目からしてもインパクト強めですよね。この柄だったり、色だったりね、あとサイズ感のこのボリュームのある感じ。これね、着るとすごく可愛らしいんですけれども、今回これを使ってコーディネート紹介する前に、3D ニットって一体何なのかっていうのをね、まず説明していきたいなって思っていまして、本来の 3D ニットはね、こういう見た目をまずしておりまして、日本で作られた最先端技術の無縫製でできた、ポールガーメンっていうね、編み方の一種なんですね。これ立体的に編み込むっていうね、そういった作り方をしてるのが、これ本来 3D ニットっていうのは正式的なのはこういう見た目なんですけれども、古着業界でもね、こういった柄物のニットがございまして、これはね、もう明らかにより 3D なんですよね。そう、これちょっと説明難しいんですけど、こうなんか柄だったりとか、こういう装飾的なのが立体的に作られてる。本来はこっちのシンプルなデザインっていうのがユニクロとか GU とかだと出てるんですけれども、古着業界だとクージー風ニットとかね、いろんな言われ方はするんですけれども、古着屋業界だとこれを 3D ニットと呼ばれております。名前は一緒なんですけど、物としては本来は別のものっていうね、そういった認識で覚えてくださればなと思います。じゃあ、そのこの古着業界で言われるこの柄物の 3D ニットの特徴は一体何なのかっていうと、今言ったようにこのデザイン性もそうなんですけれども、基本ほとんどがハンドメイドものになっております。手編みですね。手編みクージーをもう主としたこういうね、いろんなブランドが出している 3D 柄のニットなんですけれども、いろんなね、職人さんが手編みで作り込んでるということで、要は一点ものしかないんですよね。同じものが存在しないっていう、かなり魅力的なアイテムになっておりますので、すごくね、まずこの業界としても人気ですし、僕個人的にもかなりおすすめできるアイテムでございます。どういうファッションが合うのかって言いますと、まあファッションのカルチャーで言うと、90年代頃にストリートシーンでかなり人気になったアイテムなんですよね。主にラッパーさんが着用されていました。ということで、シルエット的にはオーバーサイズめで、パンツも少しワイドめなものを選んで、 90s ライクなね、ファッションをたくさんコーディネートとして紹介していきたいなって今回も思っております。注目ポイントとしては、この柄物の色の配色の仕方だったり、あとサイズ感、この2点でございます。はい、最初のコーディネートに着替えてきました。で、最初にね、説明しておくと、今回もこの後ね、登場する古着たちすべてはこのね、水星東京オンラインショップにてすべて販売しておりますので、少しでも気になるアイテムがございましたら、概要欄のリンクから商品ページ飛んでいってみてください。最初に着てきたのがこのね、総柄の 3D ニットなんですけれども、まずね、着心地なんですけれども、 3D ニット全般に言えることがありまして、基本的にコットン素材でできていますので、かなりね、サラサラした優しい肌触りです。着やすいです。で、通気性も程よくあるんで、蒸れづらいですし、なんだろう、ニット特有のこう厚ぼったかったりとか、チクってするような感じよりかは、スウェットに近い着やすい着心地になっております。逆に言うと、ウール系のニットに比べると保温性だったりね、重量感っていうのはないんだけれども、このね、ラフな着こなしをしたい方にはとてもおすすめです。で、合わせてあるパンツ、このパンツはね、結構グリーン系でかっこいいと思うんですけれども、これアメリカ製の90年代ディッキーズのワークパンツになっております。まあ、ディッキーズのね、ワーク系のパンツっていうのも、こうカラーものがね、玉数が減ってきているので、貴重性がね、高くなっております。いいですよね。 90s 感すごく強くないですか。まあ、今僕こういうキャスケットとかで被っちゃってるんですけれども、被り物を本来だったらニット帽、まあ、B2 だったりバゲットハットだったりね、まあ、普通にキャップとか被ってあげると一気にね、もうヒップホップかスケボーやってるどっちかの人みたいな、そういう感じの 90s ライクなファッションになるかと思います。はい、上着羽織るとこんな感じです。こちらね、マルボロの MA1 になっております。まあ、ブラックなんで簡単にコーディネート作れるっていうのが、この黒色の強いポイントですよね。もう間違いなくで、 MA1 っていうところも、こういう 90s ファッションしたい方だったら、かなりね、相性いいアイテムが多いので、ぜひね、1枚持っておくことをお勧めいたします。はい、次のコーディネートに着替えてきました。こちらはね、ツンドラっていうブランドの 3D ニットになっております。で、これね、コーディネートのポイントとしては、ワントーンコーディネートを作ってみました。まずトップスがこうね、明るめのネイビーとかブルーとか、まあ、そういう寒色系がベースになってるなと思ったので、パンツをね、濃いめのこの紺色、ネイビー色ですね、のディッキーズワークパンツですね。こちらも、はい、ディッキーズ続きなんですけども、やっぱね、こういうワークパンツとか、こういうカジュアル要素の強いパンツの相性がかなりいいので、他にもね、デニムだったりコーデュロイだったりチノパンだったり、この辺はね、もう 3D ニット絶対合いますので、アイテムのカテゴリーをまず押さえておいて、あとは色味を気にしてあげればいいってだけにしておくと、コーディネート作りやすいと思います。で、そのワントーンコーディネートする際のおすすめとしては、若干色味に段差をつけてあげることをおすすめします。例えばこれも明るいネイビーに対して、
濃いめのネイビーっていう感じで、色味に段差をつけてあげることによって、あの一色なんだけども服装にメリハリがつく。全く一緒の色だとこうなんか重たくなったり、こう段差がない分ね、のっぺりしたコーディネートになっちゃいますので、あのかっこよくねつくの難しくなっちゃうんですよね。だから色味に段差つけてあげるのがおすすめです。はい、次のコーディネートに着替えてきました。まずね、上に着てるのがこれ V ネックタイプになってます。3Gニットなんですけど、これもツンドラっていうブランドで、 V ネックタイプのニットに関しましては、こういうね、僕は中にパーカーとか入れて着てあげたら可愛いのかなって思います。やっぱこういう総柄で 3G 柄で、でサイズ感大きめってなったら、もう中にねパーカーとの相性すごくいいので、無地タイプのものを入れてあげると、まさし色だったり、まあ見た目の特徴もあの変わったりしますので、バランスも良くなりますので、すごくおすすめでございます。パーカーの相性はかなりおすすめです。でパンツはね、焦げ茶のコーデュロイパンツで合わせることによって、ちょっとこう古着っぽい感じをね演出してみました。はい、次のコーディネートに着替えてきました。ゴリゴリのね 90s スタイルになっております。まず上がねパンツのあるこの配色の赤が入ってね 3D ニットになっております。でそれに対してね、もう反対色じゃないかな、これブルー系のねワイドデニムも入っております。もう色味と色味をぶつけるイメージでコーディネートを作ってみました。まあデニムはねやっぱ最強なんで、まあこう色物柄も合わせてもこうナチュラルにね相性がいい、すごいんですよデニムって。ちなみにこれはリーバイスの560っていうね、もう最強テーパード極太デニムパンツになっております。だから 90s 感みたいなのをもし出したいんであれば、ちょっと色のね淡い感じ、こう色落ちした感じで太いパンツを合わせると、ちょっとポップなね配色になるので、90年代感が出るのかなと僕は思います。はい、上にねナイロンアウターを羽織ってきました。これねパッカーズっていうね NFL チームのナイロンジャケットになっております。緑と黄色がねこのシンボルカラーのこのチームなんですけども、アメフト業界ではかなり人気なチームでございまして、まずねあの強いチームなんですけれども、このアイテム、オフィシャルのアイテムがめちゃくちゃおしゃれっていうことで、この業界でもかなり人気です。古着屋さんでも置いてるお店が多いと思いますので、ぜひ探してみてください。はい、次のコーディネートに着替えてきました。爽やかちょっとできる人風コーディネートになっております。これねちょっと珍しいんですけれども、 3D ニットなんですけれど、これフルジップタイプになっております。ちょっとインナー、僕ちょっとタンクトップ着ちゃってるんですけど、開けるとこういう感じで、前開けた羽織みたいな感じでライトブルゾン的な使い方もできる仕様にまずなっております。で上まで締めると、このようにタートルネックのようにネック部分ができるんですね。だからこう1枚で着るとタートルネックみたいな感じのシルエットになって、アウターを着るとねレイヤードも楽しめると、そういったアイテムになっております。まあ 3D ニットねたくさん見てきましたけど、古着屋さんとかだとこういうねジップタイプのものってあんま見たことなかったんで、あのカーディガンとかはたまに出てくるんですけど、ジップはあんまないんですよね。結構珍しいのかなとまず思いました。あのコーディネートの配色としてはシンプルな感じで、上がネイビーでパンツがベージュ色っていうね王道な色の組み合わせをしております。ただサイズ感は基本ルーズなものを選んでおるので、 90s ライクなシルエットにまずなっております。はい、上着羽織ってきました。これはね CPO ジャケットになっております。はい、見た目もねこれウールでできたジャケットなんですけども、まず襟付きなものが多くて、まあ、シャツジャケットですね、簡単に言うとね。こういうフラップ付きのポケットがあったりとか、カフスがあったりとかね、そういった感じで、あの綺麗めな感じにも着れるような、そんなアウターになっております。であったかいし軽いっていう感じですね、簡単に説明すると。はい、 CPO ジャケットに関しては以前ねこちらの動画でも紹介したことがございますので、よかったらこちらの動画もチェックよろしくお願いします。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回はね 3D ニット、まあ空地風ニットとねいろんな言われ方があるんですけど、まあ、3D 柄ニットのコーディネート紹介をやってみました。まあ今回ね紹介したコーディネート見てもらったら分かる通り、基本的にはやっぱその 3D 柄っていうのはすごい主張だったりインパクトだったり色味が強いので、もうそれを主体としてコーディネートを作ってあげたらそんなに難しくはないです。要はパンツとかアウターは基本的にはシンプルなものを選んであげたりとかしてあげることによって、別にねこうなんだろう、ぶつかったコーディネートにならないのかなっていう、むしろなんか1枚で完成してる感が強かったと思うんですよ。まあこの 3D ニットに限らずなんですけど、柄物ってね1枚でコーディネート完成できる、要はパンツだけ考えればいいとかアウターだけ考えればいいっていうね、そんなに難しく考えすぎずとも、コーディネートがねおしゃれに見えやすくなる、単品として見てもステータスの高いアイテムでございますので、持ってない方はねぜひ挑戦していただきたいですね。ということで今回の動画も少しでも参考になれば、評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。このスイフト東京 VIP 店とトールの SNS、貼ってありますので、概要欄からよかったらフォローよろしくお願いします。そしてスイフト東京オンラインショップの URL も貼ってありますので、今回登場したアイテムの気になるアイテムももしございましたら、概要欄からね、飛んでいってオンライン商品見てみてください。ということで終わりたいと思います。次回の投稿でお会いしましょう。 See you next time!